ポールにいるんですよね。あれ、はい、シンガポールのその、なんだろう、学校っていうのは、うん、そのいわゆるブラック校則っていうのはあるんですか？ブラック校則って、例えばどういうやつなんですか？例えばそうです。最近ね、あれ、実は日本ですっごくあの話題になった一つの、その、うん、あの出来事があったんです。福岡のとあるあの女子高校があって、そこの女子高生が、うん、なんか眉と眉の間の産毛をね、剃っただけで、ちょっと先生たちに囲まれて、うん、まあちょっとあの要するに説教を受けたと。でそれはすごくトラウマになって、なんか今話題になっている。それがそれだけで、まあ、罰則があるのかとかっていうものはありますか？うんうん、シンガポールはあのそういうのはないですね。あのでも厳しくない？厳しいんでしょ？厳しいです。あの厳しいですけど、あの合理的なので、まあ、僕も全部の校則知ってるわけじゃないですけど、基本的に合理的に物事を考えるので、ここの間剃ったらあのそれはダメだみたいな、あの頭おかしいことはあのしないですね。で、まあ、あとバックグラウンド的にあの多民族なので、あの見た目とかはまあまあ、あのもちろんあの超えちゃいけないラインはあるけど、あの緩めではありますね。やっぱりイスラムの人とかあのと、まあ、それ以外の人とかって見た目違ったりするしみたいな、あ眉毛の間剃ってみたいな、そういうレベルのは聞いたことないですね、シンガポールでは。でも僕は聞いてるのはシンガポールで、例えばミニスカートは入っちゃいけないっていうのは結構あるんですよ。入っていけないし、うん、あと髪の毛も染めちゃいけないんだよ、うん、シンガポールだと、うんうん、で、なんだろう、あのもちろんあのそのひげとかを、うん、あのなんかいじたいけないっていうのは結構あるんだけどね、うん、まあ、でも女子高生が前ここ産毛剃っても別に、そう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 、剃っても剃らなくだってそんなに見た目で分かんの？分かんないじゃん。分かんないですね。だから ミニスカートがいいかどうかとかはまあ賛否両論あると思うけど、まあ、ダメって言ったらブラックっていう人はいないと思う、あのそんなにいないと思うんですよ。でも眉毛の真ん中剃ったらダメっていうのは、僕ら明らかにブラックだと思うので、うん、価値観の違いとかそういうのじゃないじゃないですか。この学校はそういう、そういうなんかね、あの足を見せる、はしたないが良くないみたいな、そういうのじゃないじゃないですか。真ん中剃ったら何がいけないんだっていう。でもそもそも何に、あの僕ちょっと不思議に思うんだけど、その産毛、はい、なんで剃るの？え、なんか気になるんじゃないですかね。それだけじゃないですか。ここが生えてるとなんかおしゃれ、おしゃれな、なんかおしゃれだと思いますね。うん、うん、だから前ね、僕は仕事でね、イラン人だったかな、うん、イランからまあパフォーマーたちが来て、日本のその地方自治体でね、なんかその文化の日とか何とかの日でパフォーマンスをしてたんですよ。でその中にね、やっぱり何人かで、その女の子もそうやね、眉毛と眉毛の間にね、産毛どころが全部つながってんの、眉毛が。そういう人結構2、3人来てたんですよ。そうするともうどうするんだ。まあまあでも日本人はまあ、うん、気にする人多いと思うんで、前で言った特に女性は気にする人多いんで、まあ、これは文化の違いじゃないですかね。だからそういうのはやっぱりありましたよね。カルチャーの違いで、確か昔ブラックで僕が覚えてるのは髪を染めちゃいけないっていう校則だったんですよ。まあ、それ自体はまあ分からなくはない。でただ地毛がちょっと茶色い子がいたんですよ。でその子がなんか地毛で全然染めてないのに、色がダメだから髪染めろ、黒染めしろみたいな風に言われたってのを聞いたことがあって、まあ、それはちょっとブラックかなと。ちょっとあれね、やりすぎだよね。例えば地毛、はい、で生まれつきの地毛でね、うん、いるじゃん、じゃあ、うん、お前パーマ何かけてんだと、やめろとかって言われてもしょうがないじゃん、うん、そういうのね。まあ僕の知り合いで全国校則ウィキっていう作ってる人がいて、全国の校則をまとめるサイトで、それもなんか要は結構前からやってるんですけど、それもこうブラック校則みたいなのが世の中にあって、それはそういう問題があるってことをみんなに知ってもらおうって意図でそういうウィキ作ってるんですよ。だからブラック校則って結構昔からあるんですよね、そういうね、なんか地毛を染めろとか、なんかそういう理不尽なやつって。まあ、で最近でもネットが出てきて、まあ、よくね自分の意見発信しやすくなって、よく炎上したりするようになったって感じですね。ありましたよ。だって僕が小さい頃一番問題だと思ったのは、スカートの長さのあれがあったんですよ。で校則があったんですよ。でなんかギリギリの子がちょっといたんですね。で、まあ、下はその子、まあ、スパッツ履いてたんですけど、なんかね、男の教師があれ、ね、この長さいいのかってめくってたんですよね。
これ今だとアウトだよね。今だとね、絶対問題ありますよ。当時でもありえないと思いますよ。そんなことお前やるのって思ってましたよ、なんか。いや、当時なんかあの、学園そのドラマみたいなのがあって、あの男の先生が定規を持って校門の横に立ってるんですよ。若い女の子がその生徒が来ると測るんですよ。なんか下心見え見えなんだよね。あんなの、まあそういうのはね、校則って、まあそういえば中国にもこういう校則は、まあ、中国は厳しくはないな、あまり。君らはどうせジャージだし、あの洋服は。そうそうそう。だからまあまあ若いからみんな自由奔放でいいんじゃない、みんなね。もあの思想は厳しいでしょ。思想はなんか習近平のことを話し合いたくない。逆の面でね、ちょっとあれよね、厳しいな。あれね、そうかね、あの習近平と共産党ね。習近平よりは共産党だよね。共産党は自分の親より、まあ、あの偉いなと。あの親しまなければいけないと。あの厳しいポイントが違うんですね。あの中国は前言わはないけど、習近平はダメみたいな厳しいポイントが違うんで、これはありですね。はい、わかります。